演舞開演。どうも、本日はこちらドミノピザのラザニアーノとカニグラタンを食べたいと思います。白いピザですね。まあラザニアーノミートソースなので赤いピザでもありますけど、カニがモリモリで美味しそうだな。ではまずはラザニアーノからいきたいと思います。いや、カニからいかれるのだって話ですよね。いただきます。少し弱いですね。やっぱりメインはホワイト。いや、カニがちょっとどうか言っちゃってますけど、まあ、こっちに色いっぱい乗ってますので、あとのお楽しみということでいただきます。鳥取で食べたカニを思い出す味です。これは本当にすごい。ラザニアーノの方はトマトの酸味がちょっと弱かったようなかなと思った気もしますが、お豆腐のジャガイモとチーズ、ホワイトソースが見事にマッチしている、とっても美味しかったです。あとはミートソースがもうちょっと強ければと思ったんですが、まあ最初にも言いましたね、これは。そしてカニグラタンですが、カニの旨味が一口に噛んだ瞬間、もちろんカニの部分は入っていればですけど、本当に口の中にふわっとカニの旨味が広がってきて、本当に海鮮の旨味を満喫することができて、とっても美味しかったです。カニって本当美味しいですね。まあ本当に食べた生のカニを思い出しました。というわけで、それを思い出させてくれたことも含めてこちらの点数とさせていただきます。それでは、蛇の道は火で彩られてと進めんや。まあ言っちゃダメですよね、そういうのは。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。